なんだお前、京都の景観にふざわしくないの、そのひげ面。久々の京都桃色サロン行ってきます。リアル風レビュー in 京都地元ということで、ある関西の豚小屋からお送りしております。はい。沖縄行ってましたけども、戻ってきて関西で。まだ長いね、遠征が。20日間ぐらいの遠征やの、多分。1ヶ月弱の移動とこの疲れの中で、京都でどこに行くかです。あれ、みんなあんまり今日、四国ない感じに見えてきてるけど。いや、今日俺大丈夫。2回四国ってもたからな、ちょっと。できたかもあるかも。茨城やしね、ほんとこれ。ちゃんとこう、選ばないとってプレッシャーももったいないから。地元やから、詳しいんじゃないの。だフリティさんは昔、先生みたいな感じだったよ。ほんまや。まあまあ、江戸族先生。だから、それ連れてってほしいけどな。アテンドはできます。ある程度はね。怪しいな。なんか全部嘘に聞こえてる。重曹の二の舞なら。ほんまや。いや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 。いらっしゃいって言ってたおばちゃんがそのままプレールームに入ってこう。重曹でもあんのないね、俺は。今から、もう7時半なんで時間も。今、あなたに合ってる風、選んでいってください。の方に桃めっちゃあった、分かってる、大学あった、俺もあった気がする、昔あったね。最安で30分2500円とか、朝から長い。俺も今日はもう休みで行きたい。調べたら現状存在する桃色サロン2カ所しかないらしくて、2カ所もまあ5ぐらい5000円、うん、安っ。まああとは箱いっぱいあるよな。めっちゃある、木屋町のとこ。あーめっちゃある、めっちゃある。2人出るもんそこ。いや、当たり多いよ、京都は。京都は、昔も大学の時に聞いたことあんねんけど、やっぱ世界遺産とか、古い街並みを維持しようっていう文化が非常に根付いてるから、ねはい、泡店はもう絶対作られへんっていう。だから24時以降とかに空いてる店も少ないっていうのが特徴らしいですね。だから、ちょっと早めに行った方がいいかなっていうのがあるんで、早く調べましょう。はい。こちら今日のギャラでございます。こんなにギャラでえ安いね、猫みたいに触んねやね。でもサイト載ってなくてまだ安い店あるんじゃないかなと思ってて、俺現地でもうとことん掘り下げたろうかなと。お盆なんでいろいろとお盆でしとかなんか混雑してると、うん、これそれってアテンドさんなんとかならない。ならへん、別に俺京都の長じゃないから。あ、そうなんですか。行けないですか。牛耳ってわけじゃない。混雑なくす通行止めとか行けないですか。ないです。あ、ないんですよ。ないです、はい。今日のギャラないんですよ。ないんですよ、そのくだり。京都向かいますか、まあまあ、もう時間的にもあれやし、車の中でさ、電話したらいい。いや、その前にやらなあかんことあるやろ。え、何なんの、やらってないやろ。え、どれ、あれの確認や。爪を切ってるかどうか。いやー、切ってきた、切ってきた。おのおの確認しよう。え、確認データの。あ、勝敗、勝敗。勝敗が。何勝なん入った。一勝二敗。二勝一敗かな。はい、僕は一勝一敗、一分け。二勝一敗です、はい。引き分けありになりましたね、うん。ここの順位は視聴者が一番気にしてるところやから。そうか。ほんまに大事。言うから気にしてる。ほんまにこの順位がどうなっていくっていうのを、J リーグみたいな感じでみんな気にしてるんです。だからやばいっすよ。ブーマスターとかチコンマスターとか言って、結局、ただ言ってるだけおじさんになって。いやいや、まあ俺は言ってるだけおじさん。好きで言ってる。言ってるだけおじさんや。ただひたすら安いのばっかり言ってる。せーの、行きましょう。やったことないよ。行きまっする。あらあら、自分に正直になれよ。セクキャバ行くか、まあ、ちょっと桃色サロン行くか、めっちゃ悩んでるな。まさか桃色はな、でもな、30分で5000円前後ぐらいやから。ええー、な、ええー、ね、安いな。セクキャバはでももうちょっと時間長いけど7000円ぐらいかかりそう。桃色サロンの方が、まあ、安い。どうやろな、でも10年ぶりやからさ、気持ちよくなりたいっていうよりかは、今の京都の桃色サロンのレベルがどうなんやっていうのを俺は知っときたいって。あー、なるほどね。そんなこと言っちゃって、そんなこと言っちゃって、お前行きたいんちゃう。大学だけやろ、どうせ。なんかそうやって言い訳しちゃって、え、京都の今を知りたい。嘘つけ。今5万円ポンって落とされたらどうすんの。聞くの、それでも5000円のやつ。お世話になるよ。やね、自分に素直になっちゃうよ。気温つきましたんで、ラップバトルしましょうか。え、まあ、なんだお前、京都の景観にふざわしくないの、そのひげ面。おい、綺麗な場所だぞ、京都は。もっと綺麗にしていけよ。この辺やんな、もう。いや、なんか懐かしいか。いや、やばい、ちょっと早足になってる、こいつ。大学生に戻った気分やな、今だけ。いや、こっちの方が大体あれっすね。こっちか、あとはそっちの入り口っすよね。京都町並みです。地元です、これが私たちの。ここの辺が一番京都っぽいっすよね。いや、いいやん。ここでも前、お店でしたね。確かにここ僕よう行ってました。へぇ、ね、でもなんかやってない。
気のせい。なんでクロちゃんになったん？全然なってないね。全部ライバル。おー、これ全部そうなんや。すごっ。俺が二十歳の時の同窓会抜け出して俺が一人だけ行ったところ。で、ここら辺に立ちんぼ酔っ払ってるって話ですから、一人だけいるんですよ。あ、そう、俺も見たことある。なんか結局みんなテンション上がってます。もう F 族ないでしょ、こっちの方は。うわ、クラブもあります。うわ、クラブあるぞ。懐かしいな、何回もここでナンパ失敗したな。そのジャンルはどうしますか？ある程度決まりましたか？決まってます、僕は。僕は決まりました。僕はマッサージ系のヘルシーですね。発射も備わってるやつで、だいたい1万5000前後ぐらいです。まあちょっと案内所行こうかなと。僕はもう1回ダンエースです。おー、好きやね。リベンジで2連続なしはヤバすぎる。1号ぐらいで関西は確率高いって。そう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 、よく行ってた大学生の頃の気持ちに戻って、久々の京都桃色サロン行ってきます。はい、ということで終わりましたんですけれども、今回は夜食を買って鴨川でピクニックレビューです。あ、こんにちは。あ、こんにちは。五条悟です。あ、五条悟。あ、すごい領域展開。いやそれしか知らない。鴨川で一回、そうだな、かっちゃんとクニーさんとな、僕と鬼怒川さんで 2-2 でナンパ対決とかしたよな。20歳ぐらいの時な、めっちゃ若い時に。覚えてないんだよ。おい、かわいいの、目はいいの。わからん、目は出してるし。目は出していいの。目は出してるし。懐かしいですね、この階段。鴨川への階段、綺麗ですね。ここがレペゼン、俺たちのレペゼンです。いや、暗いな。暗くて近づけたら、F 族あるある車の中で話し合うみたいなのありましたよ。ありますね。僕はもうほとんどそれでした。リティの顔の影のかかり具合外れそうやな。俺の顔的にどう？五条悟あたりか。そんなんじゃないやろ。じゃあまずメッシ食いましょう。ちょっとメッシね。プーナと。コンビニでいいよとか言って勝本さん言ってました。何でもいいよ。そんな絶対ダメやから。僕は京都のたい焼き屋さんみたいな。あんバター。カスタードじゃないんや。あ、もう食べんねや。まあ、ぎっちりやな。僕はマックのポテ投げの特大です。あ、マックやったね、それ。だから15ピース。うわー、めっちゃいっぱい。やばい、ごめん。全然絹が1位かも。ポテトのやつ。これが俺、社会人の時一番食ってたやつ。あ、失ってんな、結局。時間だったから。確かに。はい、はい、もう、ガンガンうまい。いや、まあ、定番っすよね。コンビニ対決になってくるんです。まず、冷たさだけで買いました。こちらです。冷たさが欲しいので買いました。そしてアメリカンドーグ、これの垂らし方うまいです。え、あ、やばい、ミスター。うわー、だいぶケチャップが最初に。あー、うわー、ちゃんと横からしてくれる。うわー、明るさしかわからない。顔ぶっさ、めっちゃうさい。あんま美味しくない。美味しくない。最後はスタン。おお。心まだ残ってるっす。いただきます。はい、うっさいくらかめちゃくちゃぶっさいの。まあ美味しそうやけどね。これね、ふんわり卵のトン玉丼レンジするの忘れて。冷えてんねん。そのまま、うん、そのままいけるんすか。いけるよ。あれ、なんといける。加熱ってことで。そのままいけるんすか。いや、いけるよ。いける。この場面にそんな趣味したらいかんやな。うわー、それはドラスやね。だこれだけじゃ足りひんやろっていうことで、チキンカツね。まあ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 最下位です。あー、最下位ね。まあ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 最下位。さすがに温めてないところとか限定やん。いや、そうそうそう、2人で動いてた。無料案内所もなくて、いやと思って桃色サロンに2人で行ったんですよ。1人しか行けませんってなっちゃって、じゃあもう降りて行ったらっつって。お店がまだ30分6000円で、うちの店は結構そうソフトサービスのお店なんで、さっき言われてる、もう女の子にやったらチューリップとかも厳しいかもしれない。うわー、さっき言われてる。ちょっとだけ高圧的な感じ。あ、ありがとうポテト。ありがとう。あ、いいこと言ったペッ。あ、なるほど。桃色サロンやからこうね、よくあるソファーの感じじゃないですか。ソファーの高さがめっちゃ低くて、歩いてるだけで全体見渡せるっていう、ほぼババア見た感じ、ハズレ確定かな感じ。女の子来たら意外と若い子。28歳。全然その店にいる子で多分一番若いぐらい。見た目がちょっとなんか柴田理恵っぽい、メガネかけた感じ。わかる。だいかんで真面目な感じ。メガネかけてるから、その喋り方も一語一句丁寧で、プレイ始まる前にこうメガネをこう取られるんですけど、取っとると結構印象変わって、結構あんま可愛いな。例えるなら、俺がもう塾講師で働いてた時の先輩の杉村コーチって、めっちゃ綺麗なコーチで、その人ぐらい。誰やねん。そうそうそう、ほんまに。ああ、それ入んの。どこでいいなって思ってんの。
知らんのかよ。サービス面が悪いんじゃないかと思ってたけど、いろいろ聞いてみたら TKB ペロンチョオッケー、チューリップオッケー、あー何からのオッケー、こちらからの OPI 澤さんもオッケー、フェラーリして待ってる時も向こうから空いてる手で玉澤さんと、結構サービスよくて、京都の桃色サロン、ほんまに10年ぶりぐらいやから、桃色サロンで俺がこういつでこうなってて、女の子が下にこうひざまずいてる感じとかが、当時のことがめっちゃ蘇ってきて、じゃあ当たり前じゃないんやで、お金払えばやってもらうってもう何百回も言ってきたら当たり前のように感じるけど、大学の頃っていうのはその一個一個になんか感謝を持って特別感っていうのを感じてたなっていうのをめっちゃ思い出してきて、大学の時の自分のエグ足の気持ちを思い出したと。そう、女性と触れることもなかったし、お付き合いもしたこともない、女性と接点ない中でだけなしのお金を払って3,000円のピンとか行ってた時の気持ちを思い出して、匂いとかもこう、そう思った時に結構嗅覚とかも敏感だった。匂いはどういう系の、髪の毛の感じとか、なんかアジアンエッセンスみたいな感じ。アジアンエッセンス、そうアジエンス、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 アジエンス。まあで結局まあ30分時間あったけど、めっちゃ行きそうやん、ほんま行きそうやな、8分ぐらいで行きました。あー行ってる、高い。明日から去勢されるってことってなったらどうするなんだ急にその質問。明日朝起きたら、あ起きたんじゃないよ、自分のそこの写真めっちゃいろんな角度で撮るから分かるやん。20分ぐらいずっと女の子とトークして最近の F 族事情について語り合うみたいな。やっぱりそのヘルシーなお店は現存してるけど、その桃色サロンの数はめっちゃ減ってきてると。俺の今日行ったお店もほとんどコロナ前までは違うお店やってみたいな話とかして、なんかそんなあなたがもし2時間後去勢されるってなら、ないやねん、その自分的にはどうなの。めっちゃ当たり、おお自己評価やから、ね、めっちゃ当たり、最初おばさんしかいいひんかもしれんっていうグーっていうところからの20代の終わり、言われたのにいけた、去勢前最後の飯ですそれがなんでやめてよ。ということは通算成績は2勝2敗する。おー5分。そんなあなたはどこに五条さん、これやばいぞこれ、どんなやつだ。ここから見た人意味わからんで、僕はねピティのところ行けへんかったらもうどうしようかなと思って、じゃあもういいやって思ってタニロンが入った店に入った。おお、全く一緒のところ、はんなりされてるお店、ほっ一番安い45分ぐらい1万円ぐらいのやつを来ましたところ、普通に相武咲が出てきました、ね、どういうこと。何パーゲンですか。髪型が違うだけで 5% 減相武咲が、めっちゃ綺麗や。それはでもその格好で言われたら信用できひん見えてないんじゃないかダムさんが、いや見えてるわその実際はこれ外してるわほぼ相武咲が出てきた。ちょっと何やねんモザイクめんどくさいな。おもろか、そうやって言うから。20代前半の相武咲めっちゃ当たり、チェストも F デカですよ。 F デカ、そして会話も面白い、最高やん、癒し。そして元ダンエースの人なんで完璧やん、マッサージもいい。俺は初めて45分にしんかったらよかったと思います。うおー、ちなみにあのダンエースやってた時は私は言われたら最高のサービスをやる派でした。懸念点なし。もうないっすね、あの普通にまあ行けましたけど、それはね、うまあ、そうですね、照れてる。今さアナちゃんのお店以外のそういうノーマル的な店はあんまり行かへんや、うん、最近。そうだからまあ容姿だけですね、こうバックドアもできる店ですけど、その子はできない人なんですよ。あできるようになったらもうそれは確かに結婚ですよ。結婚、うん、それはもう結婚、結婚ですよ。もう絶対勝利で3勝1敗です。強っ。だいぶさっきの今35、6やから、いやもうアイブサーキーの方がブスですねってことやね。後で教えてくれ。ええなんぼ包むんや。8,000円。うった。よ、揺らす、揺らす、揺らす。ああ、やばい、やばい、やばい。ああ、ボス、ボスが、ボスが二人繋がった。ボスが二人繋げて、繋げて、繋げて。着勝。着勝じゃないよ。ひどい。あとは任せた。いや、最悪。そうですか。もう僕何か。あ、じゃあ僕から。週あれば。ブリティさんが唯一あのオフパク、オフ PK をした人がいるんですけれども。その子、ブリティさん言ってるよ。これ使っていいの？いや、いいよ、全然。だって言ってるもんな。ブリティさんが唯一オフ PK した女性がいるんですけれども、うん、その人は僕に鞍替えしました。どうぞ。鞍替えした、どういうこと？グトしていいよっていうことで、まあ、ちょっとそれはね、まあ後ほど。取られてる。奪いました。お疲れ様でした。はい、次どうぞ。なんやねん。もう俺が次行かれへん。いやいや、もうそれはまあ現場からは以上です。全員当たりありえるん。正直僕10回以上行ったことあるかもしれないです。大学の頃からある店なんですよね。
思い出の店、京都といったらもうあこうしか僕行ったことないぐらいの、全力満喫入ってから1回行ったことある。そう、60分でだいたい1万3000円ぐらいなんですよね。行ったんですけど、マジで50点の人出てきたっす。え、デブではないと思う。デブじゃない、顔はほんまによく言えば菅野美穂さんですね。あ、まあまあまあ、でほんまに悪く言えばバービーって感じ。振り幅いくんですよ。だからほんまに50点急にしゃくれ出すやん、顔が四角い感じ。そう、四角い感じはバービーやねんけど、顔以外のところが点数高かったと思う。声が可愛い、マッサージめっちゃちゃんとしてくれたって。ああいう店行くと少しずつしこい気持ちにしてほしいの、とその人に散らしてくださいと。え、もう言ったの、うん、50点やしね。90点やったらお願いします。90点やったらそっち一回任せたい。そう、任せたい、任せたい、じらしてください。そう、先にお願いします。怖い、これでじらさんかとやばいから。そう50点じらさんかとやばいから。手だけコース、手だけ。技術的なところはまあかなり高かったから普通に言ってるんですけど、さらっと僕はさらっと言わせて、貯めてくれよ。最終僕は引き分けにしようかなと思ってるんですけど、全然引き分け。これを当たりにするのはちょっと僕の中でも心残りだ。まあ、確かに同じ店で絹川さんの案内、いやー確かにそれやそうやな、50点は外れではないもんな。この人やったらもう絶対可愛い。僕は2勝1敗1分けです。今まであの店行って引き分けになったことない。あー、正直ね。まあでも50点申し訳ございません。お前でしっかりしなあかんで、自分、はい、女の子もっとちゃんと教育しとかなあかんのちゃうか、はい、おい、すいません、すいませんでした。ちょっと喜んでる。本来もっとビクってなるよ。まあフリーで入ったのもありますね。今回初めてぐらいかも。いや、僕今クールな感じ言ってますけど。キモッ、やっとせ、あれだけって隠すなよ、出てよ、まあ、そういうそれが YouTube やろ。可愛いところも絹川さん見せてよ。いや、俺がテンション上がるときはやっぱり上がる、上がる言うてるやん。テンション上がるって、どんだけ上がるときに上がんねん。ややこしい。段数に行きました。前はなかったです。あ、そうやね、負けにしました。前はちょっとビビってて熟女の段数行っちゃったんですよ。優しいやろうっていう、それなかったけど、今回はもうあんま空いてる店少ないから、普通のザ段数みたいな、若い子もキャピキャピいる。ノーマルダンエス行ったキャストさんの写真見せろ。盗撮？盗撮じゃない、もうええやん。ちょっといいわ、今の時点でいいよ。殺す服やん。おーい、バイーン、バイーン、確かに、すごい。まあ結構期待できる感じで、マンションが個室なんですけど、外観もなんか高級系みたいな。エレベーター乗って部屋入ったら部屋めっちゃ汚いんですよ。え、ボロボロ。外観と内観の落差今までで一番あった。ただのアパートのワンルームで、女の子もまあ普通やな。クラスの陰キャグループのたまに可愛い子とかいたりする。いいやん。このレベルが大人になってツアーダンエスで働いてた。いや、あいつやっぱしこかったんやみたいな、俺は見抜いてたぞみたいなぐらいの。図書院メガネ取ったら可愛い。ああ、そうそうそう、全然細やし、めっちゃ肌白いし、当たりレベルですよ。女の子90分の極上の駅コースみたいな名前のやつ、結構ランクを上げてました。まあ1、5、6あたりで攻めたね。ありそうな値段やね、ベーシックな値段です。ワーシャー行ったんですけど、神のおパンの面積、今までで一番ちっちゃいぐらいの面積でした。息子を巻くための布だけの部分しかないみたいな感じで舞台に行きまして、うつ伏せで、まあ、足のマッサージ、右足左足、どこも長いっすよ。20分ずつかな、足だけで。え、でも気持ちよかったらよくない？いや、気持ちくないね、あんまり。気持ちないわ。当たり数えが分からん感じ。今のところはまだ分からん。新しい展開に変える足にしてください。やっと来ましたと。ディープにようこそ皆さん、ディープな世界。そんなここからはささやくように話しますので、皆さんゆったりとしたお時間で聞いてください。リアルフレームじゃない。ここからはディープな場面の話のみになります。ディープ活動。ちっちゃな ASMR みたいです。ASMR 誰言ってる。ディープ来まして。で、その瞬間にもう僕の方が結構敏感なところを見せたわけです。あってなった部分を多めにやってくれるんですよ。で、そこからですね、すごい一言が飛び出しました。え、敏感なんですね。マジやで、こんなセリフみたいな。まず一つありがとうございますと。ってことはこれはもうなんかわかる、ゴールへの道が開いある。あ、それを言ってくれるってことは、ね、あ、何も言ってないで、こっちは何も言ってないですよ。向こうから思考を提供してきたんです。いざ逆っすよね。 もちろん僕は 100% を見せつけて、もうギリギリ飛び出してないぐらいです。薄いんで、上半身の方の手が
ですけれど、 TKB 周りも刺さんみたいな、肘の方が息子に近いってなるんですよね、 TKB を言ってるから、この肘の方が息子がある。で僕はその息子をまあこう動かしてしまったと。で肘にちょっと当たったり当たらなかったりとかしてました。どこを知っとり言うてんのか、はい、でその時にキャストさんが一言、当てに来てますか、頑張れてる、そんな言うんや、それはもうえぐいて。でそっからもうずっともう TKB 周りやったのが TKB のみになり、ただその本山は行かずずっとその近くそで、それが結構長い、もう20分ぐらい体感スマホ寸前が、であっちがなんか含みのあるような顔をしてる気がしたんです、私的に20分も経ったらこの後どうなるんでしょうみたいな、お互いこの牽制しちゃう。ただ俺はもう前とかここまで行って急にシャーですって言われること多いから、それ言われた瞬間もう終わりなんですよ、延長できない場合はね。俺がそのオプションとかあるんですかってこう言ってしもって、もう先にもう我慢できずに急に終わらせるのが怖らすぎて、確かにメニューの中のもう一段階上のやつはありますみたいな。なるほど、これお願いしますということでプラス5です。え、おこれで2になりました、私の提示金額。そっからはもうごめんなさい。あらー出てくるわけですよね、リトルカツラだが、カツラじゃカツモンがハンドシェイクですね、そっから。おで添い寝して我が子に母乳をあげるようにこう近づけたわけですよね、こう何も言わずと、じゃああっちもなんかえみたいな、それもさせようとしてんのみたいなまあ全然嫌だったらいいんですけど、もしよかったらすみません、ちょっとすぐ終わりますので、はいはいはい、追加をいただけないでしょうか、謙虚に謙虚にこう、まあ、分かりましたと。おこれはどうなんですか、価値なんですか。確かに5000円払ってるっていうことは自分にとっては、まあ、帰りめっちゃ考えたんですけど、引き分けですって僕の中ではやっぱ自分から言ってるから、それあっちからやったらめっちゃ嬉しいねんけど、一生に分けいっぱいかってことは俺最下位になったっすね、まあ、5割だ、京都編は負けはいなかったってことですね。チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。カメラを止めてください怖そんな感じ。